1年目の時に知りたかった9つのこと、ランニングじゃなきゃ出会わなかった職業の人とか年齢もバラバラな人と出会えるっていうのがすごく面白いですし、動画とかで新しい情報をいち早くゲットできたりとか、そういう情報も得られるって本当にすごいことだと思うんですよ。皆さんこんにちは、ウルトラランナーのみやこです。ラントリップ編集部のはるかです。みやこさん、はい、みやこさんのランニング1年目に知りたかったことをぜひ教えてほしいんですけど。来たか、来ましたか、私の番ですか。はい、はい、じゃあ今日はランナー歴8年目のみやこが1年目の時に知りたかった9つのことを紹介していきたいと思います。お願いします。はい、では早速1つ目から、ランニングコミュニティには今すぐ飛び込めです。おー、うん、私も陸上競技部出身だったので、こうやっぱり一人で走る、一人で練習するっていうのが結構基本で、黙々とこうランナーになってからも一人で走るっていうのが多かったんですよ、うんうん、だからランニングコミュニティっていうのは、まあ、チームだったりあるのはなんとなく知っていたけど、知らない人のところに飛び込むってちょっと怖いし、ハードルが高いですよね、うん、そう、ペースも自分に合うのかわからないし、早すぎたらついていけないしとか、もうとにかく、いやなんかもうしんどい、疲れる、そういうのもう人怖いみたいな感じで行かなかったんですけど、はい、やっぱりね、こうランニングコミュニティって本当に素敵で、新しい人とのこの出会いって、ランニングじゃなきゃ出会わなかった職業の人とか年齢も性別もバラバラな人と出会えるっていうのがすごく面白いですし、一人で走ってる時よりもいろんな人と走ってる時の方が楽しいお話ししながらもそうだし、きつい練習もみんなとなら乗り越えれたりするしっていうので、このね、ランニングコミュニティぜひね飛び込んでほしいと思います。で、まあ、近くにないよっていう人もいると思うんですけど、まあ、ちょっとしたイベントだったりとか、あとはオンラインのコミュニティとかも今はたくさんあるので、うん、ぜひそういうところでもうね仲間を見つけてほしいです。私も自分のチームっていうのは作ってないんですけど、ミャコのイベントっていうのをやっているので、そこに来てくれる人をミャコン部メンバーっていう風に呼んでるんですけど、はい、私の願いはそこで来て初めて知り合ったけど何回かイベントやってって一緒に仲良くなって、もう私抜きで一緒に走りに行ったりとか、仲良くなって一緒に遠征行ったりとか、そういうのがね今実際実現してて本当に嬉しいです。なので本当にできてるチームに飛び込むのは怖いという方は、ぜひ宮古主催とか岡田さん主催とかそういう誰々主催っていうところに行くと共通点があるから、宮古を知ってるっていう共通点があるので、ぜひもう迷わず飛び込んでほしいなと思います。自分も行っとけばよかったと思いますありがとうございます、はい、じゃあ2つ目、ランニングウォッチを買うなら今すぐ、今です。今なんですね、うん、もうね、ランニングウォッチ買ったらとにかくモチベーションが上がります。こう走るのが楽しくなるし、まあ、もちろん記録ペースとか何キロ走ったとかも取れるんですけど、それ以外の機能も今は本当に充実してます。音楽聴けたりとか、お財布代わりになったりとか、あと睡眠のデータ取れたりとか、本当にね自分の体のことをいろいろ知れるので、走るのがより楽しくなるので、携帯で走ってますみたいな人もいるかと思うんですけど、ぜひ迷ってるなら今すぐ買った方がランニングライフがより充実します。私もね買えばよかった、あ、まあ、買ったんですけど、なんかもっと早く買ってたらもっと楽しかったかなって思います。走る場所にとらわれなくていいんだよです。私走る場所ってコンクリートで舗装されたロードだけって思い込んでて、例えば砂利道とか芝生の上とかを走るっていう概念がなかったです。だからそういうところ来たら、あーなんか嫌だな、走れる場所じゃないからなっていうので避けてきましたけど、なんかそれってすごく狭くて、走る場所ってすごく自由で、砂利道もそうですし、山の中もそうですし、芝生の上もそうですし、砂浜でもそうですし、いろんなとこ走っていいんだよ。いろんなとこ走るとそれはそれでなんか楽しいんだよ、新しい景色が見えるんだよっていうのを1年目の私に教えてあげたいです。こうやっぱ走るイコール早く走らなきゃっていう頭になってたので、砂浜とか走りづらいじゃないですか。はい、足がね、はまってきますよね。持っていかれるから遅く走ることになっちゃう、それが嫌だって感じてたんですけど、そんなことない。1年目の私は早く走ることこそ正義と思ってたので早く走れない砂浜、不整地、ダメって思ってたんでもっと視野を広げてほしかったなと思いますので、ここでお伝えしておきます、はい、はい。歩くことは恥ずかしくないです。
さっきもね、速く走ることっていうのにね、とらわれすぎてたって言ったと思うんですけど、やっぱりランニングってずっと走り続けるものだと思ってました。で、部活でも止まっちゃいけない、ずっと走らなきゃいけないって思ってたんですけど、やっぱランニングってもっと自由で楽しいものだと思うので、うん、全然もうきつかったら途中で歩いていいじゃん、レースでも途中でちょっと休憩してもいいじゃん、そういう気持ちでもっと楽に構えていいんだよっていうのを伝えたいです。私が最初フルマラソンに向けて練習してた時って毎日毎日10キロ走ってたんですよ。すごいですね。そうそうなので、絶対に10いかないとやめないっていうことをしてたので、数字にとらわれすぎてるなって今だったら思います、うんうん、全然その日によって体調も違うし、気候とかも違うし、今日は5キロでもいいじゃんとか、今日は別に時計気にせず気持ちいいなって思うところでやめていいじゃんとかね、そういう変化があっていいはずなのに、絶対10キロみたいな感じで こだわりすぎてたところが、なんかそこまでそんなことしなくても記録も上がるし、もっと自分の幸福度も増えるし、途中で歩くことはすごく恥ずかしくないんだよっていうのをね、伝えたいです。全然母そうそうやりきるだけが正解じゃないよ。そうなの。なんかインスタでもさ、ラン記録を上げてたの、今日は何キロ走りましたみたいな上げてたんですけど、そこでもやっぱり歩いてた日は恥ずかしくて出せなかった。ストイックです ね、 ねストイックすぎるよねだからレースでもエイドステーションに立ち寄るとか考えたことなかったね。今と真逆かも8年かけて学んでた。そうそうそう、1年目に思いました。はい、続いて5つ目は、レースは毎回タイムを追わなくてもいいです。レースに出るからには目標っていうのを立てること大事だと思うんですけども、毎回目標記録タイム、この時間っていうのにとらわれすぎず、今回はファンランでもいいかもとか、今回はエイドステーション全制覇を目標にしてもいいかもとか、タイムを追わなくてもいいじゃんっていうの伝えたいなと思います。もうずっとね言ってますけども、1年目の私はとにかくストイック風だったんですよなので初めてファンランをした金沢マラソンですかね、2019年の金沢マラソンで初めてファンランをして、エイドステーション全部立ち寄ってすっごい楽しくて、なんか開花しました新しい道があるみたいな。そうなのでそれも連戦続きだったから、多分確かね、前の週に100キロ走ったから、その週はさすがにゆっくり走ろうっていうのでこうファンランに切り替えたんですけど、それも結構苦しかったんですよ。いつもタイムを追ってたので、なんかタイムを追わない自分ってダメじゃないかみたいな感じで思ってたけど、タイムを追わずに走ったら意外と3時間半切りしてたし、おお早いですね。そうなので、エイドステーションめちゃめちゃ寄って、しかも苦しくもなく楽しかった。あれ、なんか楽しんだ結果、なんか記録もまあまあいいのがついてきてるじゃんみたいな感じで、なんかすごい数字ばっか追って、そういうのもまあ大事だのは大事っていうのは分かるんですけど、そうじゃない、楽しむだけのためのコスプレするためのだけのレースとかもね、楽しんでもらえたらいいなと思います。楽しみ方はね、たくさんあるということですね。本当に6つ目は、走って後悔した日は1日もない。まあ、これね、走ったことある人はみんな思うと思うんですけど、走ってうーわ今日走んなきゃよかったって思ったことないんですよ。はるかちゃんもそうだよね。ないです ね。そう、はい、逆はいっぱいありますけどね。そうもう走んなくて、あ今日走っとけばよかったみたいな、もう夜だよみたいな朝走ろうと思ったのにとか、そういうのはあるんですけど、走って後悔した日は本当に1日もないので、今からランニング始めたいなって思ってる人とか、まあ、ランニングしてたけど最近サボりがちなんだよな、ちょっと腰上げるのが重いなって人は、まあ、とりあえずシューズを履き替えて一歩外に出て、最初は歩きから入って、ちょっと気分良くなってきたらちょっと走ってみるとかね、そんなんでもいいので、もうとにかく走った日は後悔はしない、むしろ気持ちアップで最強って感じになるので、迷ったら外に出よう、走ろう、これを1年目の私に言いたいです、うん、7つ目ですね、ランニングプラスアルファって最高じゃん。おお、プラスアルファですか、うん、そう、もうね、気づいたんですよ私、ランニングだけでも楽しいんですけど、ランニングプラスアルファ、自分が好きなものをランニングにくっつけるとより最高になるんです。まあ、例えばランニングとパン、ミョクさんといえばパンですね、はい、もうパンランね超楽しいです。歩いていくとちょっと遠いけど、走ったらあれ意外とすぐ着いたっていうね、ようなパン屋さんに行って、走って美味しいパン食べて、また次パン屋さんめがけて
走ってみたいなのね、こう繰り返すの本当楽しいです。で、私はまあパンが好きなんでパン屋さん寄ったりするんですけど、それを神社とかにしてもいいし、御朱印巡りとかね、あとはサウナランとかにしてガーって長い道のり走って、結構遠くのサウナまで行ってサウナで汗流すとか、そういうランニングプラスアルファ何かをするとすごい楽しいと思います。で、さらにそれを一番のコミュニティで見つけた仲間とできるとより楽しいなというふうに思います。そんなんねしてこなかったので、本当に仲間見つけてプラスアルファで楽しんでこればよかったなと思います。確かにもう楽しみのね掛け算になりますね。そうなの、そうなのよ。そしたらね、いつの間にかね距離もね稼げてる、なんかあれ5キロあっという間、10キロあっという間ってなっていくので、ぜひぜひ自分のプラスアルファを見つけてほしいなと思います。はい、8つ目ですね、うん、レッツゴー海外です。おお、うん、海外、はい、いや本当にね世界が広がる、本当にそう思います。私もずっと出てなくて、ランナー歴7年目、去年一昨年ぐらいかなに初めて出たんですよ、海外マラソン。最近なんですね、うん、最近です、デビュー本当に最近で、あまりそっちに目を向けていなかったんですけど、海外のマラソン出たらすっすごい楽しくて、まあ、もちろん新鮮っていうのもあるし、旅行だから楽しくてテンション上がるっていうのもあるんですけど、もっと難しいものだと思ってました。海外マラソン出るってエントリーとかすごい難しいし、なんかちょっと怖いしとか、自分がちょっと殻にこもってたんですけど、そんなことなくて意外とね簡単に出れるし、今では海外マラソン出ましたみたいな人のねブログだったり、まあ、情報がたくさんあるので、まあ、そういうのを見てエントリー簡単にできるし、もう行ってしまえば出るだけなんで、意外とハードル高いようで低いなと思いました。日本とは違うランニング文化を味わえるので、殻に閉じこもらず世界に出て行ってみてほしいなと思います。最後はですね、ラントリップです。ラントリップ、はい、まあ、ラントリップもちろん私が走ってた頃からもあるんですけど、今はすごい、とにかくすごい。このやっぱ一つ目のコミュニティに飛び込めにもつながるんですけど、ラントリップっていうコミュニティができている、もうラントリップのユーザーっていうだけでもうメンバーで、そこにいる人たちとつながることができる、全国にいる人たち、全世界に住んでる人たちとつながってラントリップファミリーになれるっていうのもそうですし、こういう動画とかで新しい情報をいち早くゲットできたりとか、ランニングだけどそれにまつわる日常的なこと、例えば睡眠のこととか食事のこととか、そういう情報も得られるって本当にすごいことだと思うんですよ。なので、もう私が1年目の時にはラントリップっていう会社はもちろんあったんですけど、今みたいな情報をこうガンガン発信はしてなかったので、まだ今知れてる、今見てる人たちは本当にラッキーだと思います。ラントリップに知り合えて、もう皆さんこれからもラントリップについてきてくださいっていう感じでございます。もし周りにランニング始めたいよっていうお友達とか会社の同僚の方とかいたら、まず最初にラントリップを紹介してほしいなと思います。それぐらいもうランナーの基本というか全てが分かるし、コミュニティにも入れるし、私が先ほど全部言ってきたことを教えてくれる、そういう場所がラントリップだと思うので、9つ目はラントリップ、この言葉に尽きるという感じです。嬉しいですね。一人で走ってたらやっぱり一人の世界しかないけど、いろんな人とつながると山に詳しい人もいれば、トライアスロンやってる人もいるし、競歩やってる人もいれば、トラック競技をやってる人もいる、でもみんなランニングでつながってて、でもなんか自分がちょっと違う世界に行ってみようかなと思ったら一緒に山に行ってみたいとか、ちょっとロードバイク始めてみたいとか、本当に世界が広がって楽しくなるので全部伝えたい今言ったことが全部、本当にもう熱くなりすぎて何を言ってるか途中で分からなくなってきましたけども、伝わりましたでしょうか。はい、伝わりました、うん、それではこの動画が面白いと思ってくださった方は高評価、そしてご意見はコメントによろしくお願いします。分かるよっていうコメントもたくさんお待ちしております。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ラントリップアプリで走るとマイルが貯まる。貯まったマイルはラントリップストアのクーポンと交換できる。ラントリップでお得なランニングライフを。